こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、中央運用で利益1万以上を出すやり方、売る商品の転売方法を暴露しますよ、というテーマについてお伝えします。それでは、早速いきましょう。はい。この動画はですね、メルカリ転売で、利益1万以上ですね、出したい方ですね。ぜひね、こういった方法がありますよっていうのをね、暴露させていただきます。はい。こちらですね、まずですね、中央運用をですね、輸入します。で、メルカリ転売は初心者向けですね。ここをね、ぜひおすすめします。やっぱりですね、今の、フリマアプリで圧倒的に強いのはメルカリなので、ぜひね、おすすめします。こちらですね。はい。で、その次はアマゾン転売ですね。これはですね、中級者向き。ぜひね、アマゾンやってる方とかね、こちらを利用していただければ、なかなか売れてきます。ぜひね、利用していただければいいかと思います。はい。で、こちらですね、最後、ここですね。ここが、Amazon OM テーマですね。これはですね、商品をですね、もともとある商品を何かしらね、いじるというか、例えば、足して売るっていうのが OM テーマですね。で、100万以上狙う方はこちらをぜひおすすめしますので、ぜひね、やっていただくといいかと思います。はい。で、この2つなんですけど、まずヤフオクテーマですね。これはですね、なかなか売れないんですね。売れなくはないんですが、なかなか売れないので、その点は注意です。ぜひね、興味ある方、やっていただくといいかと思います。はい。で、次、ラクマですね。ラクマも、メルカリを比べると、やはりですね、お客さんが少ないんですよ、ここは。ですが、マニアックな購入希望者がいるので、頑張っていればね、売れるようになります。ぜひね、利用していただければね、いいかと思います。はい。ぜひね、メルカリ転売初心者から、ここをおすすめします。はい。ぜひね、メルカリの規則によって売っていただければ問題ないので、ぜひね、利用していただければいいかと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルとします。ニックネームがスタンプをお願いします。あと、YouTube は一切受け付けません。LINE アット登録をよろしくお願いします。本日は、最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。